ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、都賀川水難事故、について紹介するぜ。都賀川、兵庫県神戸市灘区にある二級河川だな。普段は人々の生活に近い河川のようで、水遊びなんかをする子供たちも当時は多くいたそうだ。二級河川って言うと、河川のうち、私たちの日々の生活に深く密接し、産業の発展に貢献しているような水系が一級河川。それ以外の比較的面積が小さい水系のうち、都道府県が管理しているのが二級河川だな。なるほどね。でも水遊びができるってことは、結構水深も浅い川なんじゃないの。そんな場所で水難事故だなんて一体何があったのかしら。そこら辺も含めてじっくり解説していくから心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。じゃあまずは事故の概要について話していくぞ。事故が起きてしまったのは2008年7月28日。都賀川周辺地域は天気も良く、川の近くには水遊びや散歩に訪れる人が大勢いたぜ。夏場だから水場に行って涼もうって感じかしらね。今のところ、事故なんて起こりそうにない雰囲気だけど。ただ一方で、この時期は大気の状態も不安定だったんだ。一見晴れていても、局所的な豪雨に見舞われる危険性は常にあったんだよ。もうすでに嫌な予感がするわね。この周辺地域に対しても、13時20分には大雨洪水注意報、また13時55分には大雨洪水警報が出ていたぜ。ところがこの河川の周辺にはそういった情報を知らせるための施設がなかったんだよ。だからほとんどの人はもうすぐ警報が出るレベルの大雨が降るっていうのを知らずにいたんだ。すでに雲行きが怪しかったなら天気予報を調べるかもしれないけど、この時はまだ天気が良かったんだもんね。14時30分頃には濃い雨雲や雷鳴が出て、雨が降りそうな気配を察した人々が徐々に離れていったぜ。それでも、都賀川周辺には50人以上が残っていたんだ。お願いだから早く逃げて。事故の直前には、まだ水遊びを続ける子供たちに対して危ないから早く上がった方がいい、と呼びかける人なんかもいたそうだ。そして14時36分頃、突如として雨が降り始めた。雨足は数分のうちにどんどん激しくなり、14時40分には視界も悪くなるほどだった。雨水はあっという間に都賀川に注がれ、15時までに水位が 1.3 メートルも上昇したぜ。1.3 メートル。そんなに水位が上がると、もともと足場がつく場所にいたとしても下手したら頭まで水に浸かっちゃうわよね。そういうことだ。しかもプールみたいな流れのない場所と違って、川の場合は水の流れの勢いもある。自分の肩や胸、下手したら身長と同じくらいの高さの水が大量に流れてくるとなると、ひとたまりもないわね。そういうことだ。これが一級河川だと、流域面積が広いことが多いから水かさが増えるまでに時間がかかる。要は逃げる猶予があるんだよ。だけど残念ながら、二級河川の都賀川にはそんな猶予はなかったんだ。面積が狭い分、雨が降るとあっという間に増水しちゃうってことね。この急激な増水を受けて、河川周辺にいたうちの40人ほどはすぐに避難したぜ。ところが逃げ遅れた16人が濁流にあっという間に飲まれてしまう。そのうち11人は救助されたんだが、5人は溺れて亡くなってしまったんだ。亡くなった犠牲者の中には、河川敷に遠足に来ていた小学生や、保育園児とその親などがいたそうだ。そんな小さな子供まで犠牲になっちゃったのね。雨が降り始めてから十数分のうちに、1メートル以上も増水したわけだからな。かなりのスピードだよ。こういう時は、早めの避難が大事ってことだね。そういうことだな。こういう面積の小さな川では大雨が降るとあっという間に増水してしまう。ほんの少しの判断の遅れが命取りになることだって珍しくないんだよ。やっぱり自然って本当に怖いわね。さて、ここからは事故の原因についてもう少し詳しく解説していくぞ。原因とは言っても、雨なんて自然現象だからどうしようもないんじゃないの。確かに大雨で川が急に増水するっていうところはどうしようもないな。でも今回の事件に関しては、正直もっと犠牲者を減らせたんじゃないかっていう点が一つあるんだよ。え、そうなの。アナウンス用の施設だよ。最初に話したけど、今回の事故現場には気象情報を知らせるような施設がなかったんだ。だから警報が出ていても、現場にいた人たちにはそれを知る術がなかったんだ。確かにそうね。普通の天気予報なら事前にチェックしておくべきだけど、注意報とか警報に関しては出たらすぐにアナウンスしてほしいわよね。その通り。
まして川の近くともなると、大雨の影響をもろに受けるんだからな。そういった施設があれば、こんなにたくさんの人が亡くなることもなかったと考えられているんだよ。確かにもっと早く警報が出てることを知っていれば、みんなもっと早く避難できたんだもんね。そういうことだ。他にも、地区の学校施設に対して行政が雨が降った時の川は危ないから近寄らないように、という注意喚起をもっと事前に行っていれば、とも言われているな。確かにそれは注意喚起していてもよかったのかもね。小さな要因を一つ一つ探していけばいくらでも挙げられるだろう。あえて一つ根本的な原因を挙げるとしたら、大雨による増水の危険を知らせるアナウンス用の設備がなかった、という結論になるわけだ。なるほどね。さて、ここからは事故後の影響について話していくぞ。まあ行政としては、対策は必須でしょうね。だな。同じような悲惨な事故をもう繰り返さないためにも、事故原因の徹底排除が求められたぜ。そこで、まずは兵庫県やラジオ関西などが共同で増水警報システムを開発したんだ。増水警報システム。河川において人の集まりやすい橋の下などに回転灯を設置して、大雨や洪水の危険がある時に作動するっていうシステムだな。それと同時に、ラジオでも通常の放送に割り込んで、注意報や警報の発表と解除をそれぞれ流せるようにもしたんだ。なるほどね。確かにそのシステムがあればすぐに川の危険度がわかるわね。そういうことだ。そもそも河川の水害なんて、実際にあったことのある人の方が少ない。経験がない以上、避難するべきかどうかなんてほとんど自己判断になってしまうからな。念のためにちょっと様子見るか。ってすぐに川から上がる人もいれば、まだ大丈夫なんじゃない。なんて気にせず遊び続ける人もいるだろうしね。その辺が個人の裁量でしか判断できなかったのがそもそもの問題点だった。それを改善するために、アナウンスによる客観的かつ正確な情報の周知が役に立つって寸法だな。ただまあ、運用開始時点では課題も多かったみたいだな。え、そうなの。真っ先に挙げられるのが、大雨や洪水の警報と河川の水位上昇が必ずしもイコールではない、ってところだ。つまりどういうこと？気象警報に基づいて注意を促したとしても、大雨が降ったからって必ず危険レベルの増水につながるわけじゃないんだよ。要は警報が空振りするってことだな。でも万が一のことを考えておくのは大切なことよね。空振りしたなら下でいいんだから、少しでも危険な可能性があるなら知らせてほしいわよ。私もそう思うぜ。その他にも、そもそもせっかく設置した警報システムの存在が十分に周知されていない、という話もあったな。回転灯がピカピカ光ってても、誰もそれがなんで光ってるのかわからないってこと？それは意味なさすぎない。いやいや、さすがに回転灯の近くには説明付きの掲示板を置いたぜ。この回転灯が光ってる時には川に近づかないように、みたいなやつね。そうそう。ただ、そこに回転灯があるということや警報がラジオに割り込みで流れること等について、住民の方々への周知が不十分だったんだよ。なるほどねー。そもそも存在自体を知らないとなると、雨が降ってきたから回転灯やラジオをチェックしておこう、とはならないもんね。でも、そもそも回転灯だけってちょっと地味よね。なんかこう、周辺地域全体にサイレン鳴らすとか大きなアナウンス流すとかした方がいいと思うんだけど、その辺は、騒音問題との兼ね合いがあるんだよ。騒音って、とはいえ生活に必要な情報じゃないの。現代社会じゃ、そう思わない人もたくさんいるってことだな。ただでさえ空振りも多いのに、大雨の度に警報が流れるんじゃ、うるさくてかなわないっていう人たちもいるんだよ。深夜に大雨が降った時なんかは、ラジオを聞いていて突然警報が割り込んでくるので、まあまあ心臓に悪いなんて報告が SNS に上がったりもしたらしい。ままならないな。まあ、とはいえあるとないとでは雲泥の差だ。時代を経て、徐々に最適化されていくことを祈るしかないな。さて、その他の事故後の影響についてだが、事故のあった7月28日を子供の命を守る日にするべく、地元で委員会が立ち上げられたぜ。子供の命を守る日、今回の事故の教訓や知識を広く共有するのが目的だな。今回の事故をベースにした防災のパネル展示や、追悼セレモニーなんかもやっていたぜ。行政と地元民のそれぞれから、事故の再発を防ぐためにアクションが取られたってことだね。事故後についての話はこんなところかな。交通事故とかと違って、今回は身近な生活圏での事故だったね。
その分、いつ自分の身に降りかかるかもしれないと思ってヒヤヒヤしながら聞いていたよ。だな。みんなも、今日はなんだか天気が怪しいな、と思ったら、川には極力近づかないようにしようね。それから川の近くに住んでいる人は、いざって時の避難場所の下見や緊急時の持ち出しグッズの整理なんかしておくといいかも。と、霊夢が良い感じに締めてくれたところで、今回の動画はこの辺で。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。